ビリケンクッキング、今日は大変お外が寒いですね。今日は超簡単、誰にでもできるホタテの炊き込みご飯をお見せします。材料はホタテとビックラ昆布、あとお酒を少々だけです。まずお酒の方を少量だけでいいんで、大さじ1杯ぐらいですね。お米がふっくらと炊き上がります。で、超簡単なんですよ。調味料何もいらない。ビックラ昆布入れるだけ、ホタテ掘り込むだけ。以上、これで炊きます。もう一品作ります。鶏の照り焼きを作ってみようと思います。ちょっと薄い塩コショウします。これでオーブンに入れて焼いて、照り焼きソース塗ります。照り焼きチキンの方もうまい照りをつけて焼き上がってきました。あとカットするだけです。照り焼きチキンの方がカットしてできました。こんな感じです。添えにブロッコリー、田舎から送ってきたブロッコリー湯がいて食べます。本日3品目、田舎から送ってきたカブラがありますんで、カブラ蒸しを作ろうと思います。鯛に先に、お酒を少々振っときます。お酒を振って、塩コショウしてなじましときます。こちらで、あとはカブラの皮を剥いてすります。カブラの繊維が強いので、このちょうど輪郭丸になっている部分まで剥きます。カブラをするとき、ボウルを直で置かずに濡れた、おしぼりなどの上に置くと滑らなくて擦れますんで、そうしましたらこのカブラの絞ったやつに、今度つなぎですね、卵白入れます。黄身の方は入れません。そうしまして、軽く塩しときます。これでカブラ蒸しの種になりますんで、これでさっきの鯛の上に乗っけてティファールで蒸します。そうしましたら、カブラの方が一つすれましたんで、まず水気を半分ぐらい巻きすで絞ります。そうしないと、カブラの方がばらけてしまうんで、多少水気を絞ってください。こんな感じで、カブラ蒸しなんですけど、刻んだネギを入れて鯛の上にのします。これネギなければ三つ葉でも美味しいです。お家の方にティファールがなければ蒸し器でもいいんです。やってみてください。20分いきます。スタートです。かぶら蒸しにかける銀あんを作ってます。お吸い物のちょっと濃いめぐらいな感じのあんなんですけど、
ここでポイントなんですけど、ここで片栗粉を入れるんですけど、必ず沸いた時に入れてください。沸いてない時に入れると白く濁ります。そして、応用ではかき玉汁みたいなの作る時も、必ず沸騰した状態で片栗粉を溶いて、その中に卵を入れてください。卵を先に入れると分離してしまいます。硬さは自分で調整で、今日は、カブラにかけるあんなんで、これぐらいのトローンとした感じにします。これぐらいでいきます。カブラ蒸しの方が固まりましたんで、今あんを温めてます。そちらの方に貼ります。こんな感じで今日は行こうと思います。この中に生姜を入れて生姜あんにしても温まりますけど、今日は天盛りにわさびをのします。出来上がりです。ご飯の方も炊き上がりました。すごい味がついてますよ。ここでホタテを潰しまして混ぜます。おこげもちゃんとあります。これはホタテじゃなくても鶏でもできますし、ぜひやってみてください。超簡単で美味しいです。完成です。今日の晩ご飯完成です。ホタテご飯、鯛のかぶら蒸し、照り焼きチキンです。